ズは最終回です。最終回、最終回、最終回6回目ですもんね。なんか並んでいけるところにします。並べなくなった。なんかめちゃ嫌そうな顔してる。なんで。あー113枚一応、263円まだ復活あるんでね、なし。まあちょっと一応127まで回したんですけども、今日だいぶ勝負かかってるんで、あのナンパのめっちゃ嫌なんでほんまに。ちょっと持ち余る間に他の台見に行きたいと思います。ドロロンエンマくんで大勝負打とうと思ってたんですよ。やけどもうこれ今のビンゴの流れでドロロンエンマくん多分あぶれた。僕どうしたらええねん。めっちゃ置いてる。すいません。いやそれはそれで困るな。あすいません、ちょっとあの僕ビンゴしんどいんでやめますね。なんで。え、マジで。いやなちょっとドロロンエンマ君の状況が良さそうやからちょっとそっち行きます。何状況がいい。いやちょっとうまいこと説明できないんですけど。いやじゃあもうあんま突っ込んだこと言わんといてください。もう全く分からへんのね、ドロロンエンマ君。やけどなんかあのちょっとスランプグラフとか見たら、そうちょっと軽い理論みたいな、またにちょっとガチする台があったんで。え、その理論って教えてよ。え、理論って教えてよ。いや2日へこみっす。何かしらの前兆でしょうね。来ました。まあ天守ステージみたいなもんでしょ。ってことはやっぱりリセットかかってたってことでしょ。でここで発展。残念、残念。けどまあここで前兆来たというのはまあ多分リセットなんでしょう。でまああの2日へこみ台ということで座ってるんで、とりあえずもうちょい当たるまで打ってみましょうかね。1回目カットイン。これはいったでしょっていうか、もうこれ当たりでしょ。はい、行きました。ハルマゲドンタイム。いただきました。ハルマゲドンタイム。行ってまいります。よし、今、投資が一応、おろしたのが750万円なんで、頑張ります。ちょっと、マジ良さげじゃない？なあ。お、シャメで。スイカ。スイカか。お、もう一丁。ねえ弱いな、絶対弱いな、こんな初見でも弱いって分かるわ。え、行ったん。え、行った。しかもでかい。これでかいでしょ、これスイカ50ゲームあざっす。この3択っすね。だからここで3択当てたら、仲間が増えるっていうね。もう僕決まってます。エスパーなんで真ん中です。ほらね、エスパーなんですよ僕。だからこれができるやつはドロロンいけるんですよ。だから今現状がすごい順調やから、僕のエスパーと設定が噛み合ったらちょっと今日えらいことになりますよ。これを狙ってたんですよ。ほんまに初めにビンゴ行ったらバカやった。はい、三択。さっき仲やったしな。
いやまあ今一瞬頭にパッと思い浮かんだのはこいつです。そいつ信じて。正解、うまい、エスパー。一回目仲間二人で継続バトルに突入です。まあ、要はこいつに勝ちは継続するんですね。でまあ途中 ART 中の説明で見てて分かると思うんですけど、まあ、ベル引きは攻撃、そういうことです。でこういうふうに三択、でリプレイ引いたら食らうんですね。ちょっと待てよ、一発で死ぬの無理やろ、こんなん無理やろ、一発で死ぬの。え、怖なったわ、三択は。あ、さあ、ベルで攻撃する言うてたやん、ベルで攻撃する言うてたやん、説明。おっしゃ、来た。私を見て。ということですね、要するに僕今3択を3回ぐらい成功させてるのかな。要するに3択強かったらいけるっちゅうゲームっすわ。しんどいですけど。というわけで2セット目いってみます。上乗せですね、30ゲーム。え、何これ、30ゲームがボーナスいうこと。さあ、うわ、なんかもろた。なるほどね、そらしんどいわ、そらしんどい、そらしんどい、そらこんなんまでもらえんやったらしんどいっすわ。ドロロボーナスいただきました、あざす。どうしようかね、まずは愛告知、ちょっと意味が分からへんので、次回回しましょう。まあ、ここはチャンス告知でしょうね、見せ場もあるんで。いきます。はい、というわけで、ボーナスと1回目のセットを合わせて306枚です。私これさっき買ったから仲間まだ一人残ってるんですね。あー、マジかよ、もうなんで一撃やねん、ずるいわ。マジか、あー、この野郎。ああ、というわけで、初めての ART は392枚の獲得でした。さあ次、問題はここ。あー、来た、当たった。さあ来いよ。いいよ、3回、あ、あったぞ。
59ゲームです。2回目もうすごい。欲しい欲しい、ここ欲しい。危ないないや、これいいっすね、なんか楽しいっすね。まあ、ノリちゃんだけど負けるとナンパっていうのがあるんで、ちょっと先にやられて困るんですよね。負けていい実践なんてないっすけど、これはほんまに負けたらダメな実践。ちょっと一発あげたいな。はい、チャンスチャンス来てるよ。はい、見てよ、ほら8、よし、オッケー。おっとめっちゃ見てっからね、ジローが。カウントダウン攻めいきます。赤、あー継続してください。うわー、ないのかな。3発65枚です。おお、赤だ。これ赤で連チャンしたいことある？あります。あ、あるんだ。まあでも赤は大丈夫っしょ。そろそろかな。ドン。これはまあ復活機能度高いんですけど、復活しなくても高設定ほど出やすい画面です。これ、はい、あんま出ないよ、あんま見ないですよ。うそさっきこれ今日たくさん当たった演出ですからね。今度は3つ目来たら大体当たりますと言ってたんで。1か、ありがとうございます。120ゲーム、3回目の初当たりですね。いやー調子いい。こういう時は大体ふわふわなります。いやもうそろそろ、欲しい、いいよ、見て、欲しい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 、はい。これでカウントダウン攻めいきます。黄色、あついな。95枚です。うわー完全ナンパだな、これ完全きつい流れですね。嫌な流れですよ、ほんまに。あー入っちゃった、1000超えだ、1000超え、かっこいい。やばい、1222。1回目、2回目、
わあ、なんもないな。あ、チェック、よし。なんとか250枚、投資250枚のまま粘ってます。俺も続け、動かない。さあ、ここで残り7、プロ左の中だよ。あ、来た。右です。左よ。上がれ、ほら。そろそろ。ダメ。ちょっと。怖いよ。全部ボールなんで、そろそろ。あー、またボール。えもういやー、もうナンパさしてやるぞ、お前。ナンパさしてやるからな。ほら、せい、止めよな。よしとどめさせてやる。そろそろ上がってよ、今10回目。そろそろ上がってよさそうなんだけどな。494ゲームのビンゴです。やっぱふわふわって天井狙いが一番硬い気するんですよ。ふわ確率3倍になりますし、まだチャンス長い長い。そっちゃい、よーし、来た。ドキ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 。うわー、南上がり頃かな。これはもういいだろう。これ11回目。ガーダ、なんか今夢出てきたぞ。なに、え、熱っ。夢って出ない。夢ってえ、夢って出たらふわなるんすかね。ほら、なんだっすかその音。ほら、え、これの夢かもしれない。これの夢に行ったら、これで成功したらふわふわ確定なんですよ。熱っ。やだよ。どういうこと、どういうこと。うわー、これで成功したらふわふわ確定と。成功すればかよ。勘弁してください。勘弁してください。これちょっと緊張すんな。
いけない実戦ばっかりやったじゃないですか、黒バラで勝ってきたんですよ。だから負けた悔しさよりもやっぱ勝った喜びの方が今までたくさん味わってきますし、今日も まだ諦めてないですけれども、この序盤でまあまあきついっていう、僕これ天井まで行ったら多分相当1500万になるんですよ。まだ12時なんですよ。しかも最初30分ぐらい僕オープニング撮ってるじゃないですか。酔ってまだ1時間半ぐらいしか打ってないわけなんですよ。だいぶきつい。うわー、ここですかね、レインボー、ここか。8かよ。しかも925ゲームですね。これで上げりゃいい、上げりゃいいじゃん。その通りっす。25分の1なんで危険ことはない、危険ことはない数字。頼む。やだ、いや帰りたい。え、今投資何枚？1500枚です。全然大丈夫。運命の7ゲーム。はーい。すごい。すごい。まだチャンスがあるってことなんですね。ここ大事。あー、右から、左で決め、来ましたね、ドキドキゾーン。これ自体がループしたりするんで強いですよ。よっしゃー、一発。ループしたりするんでね、強いですからね。いったー、もう気抜いてたらやばいっすよ。抜いてませんから。あー、よかったです。これでドキドキゾーン。うわー、熱い。どうした、ありがとうございます。
来た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 来てます。これだいぶ来てます。この流れ来てる。リンコちゃんお願い。おっと、しゃあしゃあ、ほら、もう一丁、だまだ言え、まだ言え、まだ行こう。よっしゃ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 、頑張ろう。まだあかん、まだあかん。よっしゃしゃあ、まだ行こう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 。よっしゃー、よよよ、まだ行こう、まだ行こう。いや、いいっしょ、まあまあ、まだトントンじゃん。こっからっすよ。まだ1回だけなんでね。うわっ、来た、おらからの、頑張って。うわー、背戻り見た、特化、行きましょう、行きましょう。